どうも TQQ です。オーバーウォッチやっていきます。今回はメイちゃんと、まあ、リーパーですねやっていくんですけど、最近リーパードゥームがめちゃくちゃ多い環境なので、まあ、違うヒーローもやっていかなあかんなということでメイちゃんやっております。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。相手あれやね、ウィンストン・ハモンドやな。ハモンド後ろから来て、ここ壁で締めたかったんですけど反応できず締めれず、ウィドウメーカーがドゥームフィストを抜いてくれましたね。ほんでこの試合めちゃくちゃ長くて30分ぐらいしてたんですけど、まあかいつまんで編集して、まあ、10分ちょっとぐらいで出そうかなという感じでございます。ウィンストン凍らしてて、後ろの上に半蔵がいるんですけど、まあ行きづらいですねここ。まあ無視しときましょう。いつの間にか半蔵前にいたんですが、ドゥブフィストはパンチの音聞こえてるんで、ちょっと後ろに下がりつつつららを打っていきます。ここで壁を使ってハモンドを凍らしてヘッドショットパキンパキンやってたら死にました。ドゥームフィストパンチの音したんで、クリオフリーズ使ってあとモイラで守れそうですね。オッケー、オンファイヤーもしましたし、ブリザードもあるんでブリザードで守れますね。ブリザードこれ使うんですけど、もう事件がちょっと起こりまして、まあ、もうすぐそのシーン来ると思うんですが、相手ハモンドが左から来てて、それ以外は右からと、ちょっと締め出そうかなと思ったんですけど締め出せず、ほんで右から来るよな。でブリザード溜まってるんでブリザードをね放っていくんですが、シグマのがれき飛んできて、で味方のシグマのウルトストップのところに、はい消えた。え、マジ意味わからんねんけど。うわ、これでキャリーするはずやったのになーと思ってたんですが、まあ、ブリザードちょっとリプレイで確認したら、さっきのシーンですよこれで、ブリザードを投げたらドゥームフィストがねパンチでスタン食らってキャンセルされたと。どっかにねブリザードのあのあれがあって、オブジェクトの奥とかに行ったんかなと思ったんですけど、後から見返したら普通に消されてたと。ほんで A 拠点取られて B 拠点もこのまま取られそうなんですね。ドゥームフィストと、まあ、リーパーの破壊力が凄まじかった記憶があります。はい、2回目のウルトは吐けずそのまま取られましたね。ってことで攻撃側リーパー使います。右上の方に何かいるんでちょっと見つつと、見つつ、まあ縦割りしつつ的な感じで、相手オリシグやね。まあオリシグはもうほぼ固定でいるんかな、多いですね。オリシグかだいぶ、まあでもオリシグの方が8割くらい出てる気がするけど、で相手ドロップザビート履いてここで戦ってるんですが、オリーサやれそうです。デスブロッサムたまりましたんで、ここで1枚やれましたね。ドゥームフィストやれまして、で相手のシグマのウルトで、なんかリーパーめっちゃ近くおったけど逃げていきました。まあ、こっちめちゃくちゃピック取ってるんで A 拠点取れそうではございます。でリーパーをやられましたけどね、うん取れます。 A 拠点はまあなんやかんやオリシグに対してはリーパーで縦張りバシバシするか裏入るかで、まあ結構戦況変わってくると思うんで、ここは裏取り気をつけながら、あモイラがシグマやってくれましたね。ほんでメテオストライク相手飛んできて、どこに来んのかなとか思いつつ、リーパー危ない危ない、なんとかギリギリレイソー間に合いましたね。ほんでモイラにちょっとヒールをいただきまして、オリーサをゴリゴリとリポーター危ねえ、ここ勝てたんはでかいですね。ほんでオリーサやりまして、そのまま右のところに詰めていきます。多分モイラがいるんで、モイラやりまして、そのまま取れましたね。オッケーオッケーオッケー、結構連携力で取れたんかなと思います。まあ延長戦やっていきましょう。防衛からですね、防衛同じく、まあ、リーパー使って、ほんで相手はまた同じく右からと。ハモンドいるんですけど、この構成やったら
波紋の層ウィンストン出てくるからリーパーが刺さってくるんじゃないかなと、さらにね刺さっちゃうんじゃないかなと思います。ウィドウメーカー相手いないんで、でも半蔵がいんのかで、結構味方前押ししてるんで、ここの上から裏取りしつつ何狙おうかなと、ハモンだよな、ハモンドを叩き割りまして、でルシーをやってくれて半蔵前にいたんですが、みんな詰めてこないんで一旦引きます。で次はここかな、ここら辺ドゥームフィストとリーパーの位置があんまり被らへんようにしたらええんかなと思ってるんですけど、おー後ろからドゥームフィストのパンチの音したんでついつい見ちゃいましたね。はい、で時間が残り1分20秒で、まあ、防衛なんでどうなんやろう。うわめっちゃ右から攻めてきた、とりあえず行ってるんですがやばそうなんで一旦引きます。味方のドゥームがゴリゴリ行ってるんでこれ大丈夫かなと思ってたんですが、あー死んじゃいましたね。まあ、ですが味方がかなり押してるんで一緒に行きます。なんか防衛と攻撃逆になったみたいな配置してるんですけど、上から何しようかな、リーパー来ましたね、リーパーやれそう、レースフォーム、そこの回復バック取ってるんでこれはリーパーを先やっておきます。あんまりダメージ入ってないですね、 OK やれた。でそっから前の方に行って味方もかなりピック取ってるんで裏からシグマを打ってここは防衛できてますね。残り30秒いけそう、デスブロッサム溜まるから渾身のね前をよろしく頼む言うてるんで、こんにちはからの何を見ているボイスチャット行きまして、準備万端、ここで盆踊り決めたら盆踊り大会優勝するんで、やっぱねしっかり決めていきたいですね。拠点にハモンドいるけど、来た来た、ルームヒストのパンチ受けて、はいカーモン、えドロップザビートかい、相手のルシオの師匠多分カウンターじゃない感じで入ってきたけど、うまいことカウンターになってましたね。わあまあアンラッキーと思いつつ、まあ、A 拠点はこれで取られそうですね。とりあえず行きます。まあギリギリ入ってここ行かれへんか、行かれへんのか、レースフォームで行けそうやってんけどな。ドゥームフィストが結構キルしてるんでワンチャンある、ハモンドやれそうなんですけどスタン食らいまして、一旦リロード挟むと、ハモンドやってこれシグマもやれたらいけそうやねんけど、吸い込みするか、そこでリーパー出てきましたね。うわーもったいない、もったいないっていうかまあ惜しかったね。はい、で B 拠点の防衛になります。 B 拠点相手秒数全然ないんですけど、リーパーここから来てて上から絶対デスブロッサム来るからちょっと警戒してます。死ね死ね、刺さっていく、相手の盆踊りの方がうまかったんかな、これやばいぞ、このまま取られていく流れ、オーバータイムになったんでリスポーンも味方結構遅いですね。ドゥームフィストやれそうなんですが、はい来た、はい盆踊り大会敗者復活、敗者復活の盆踊りあるか、ドロップザビート相手決めてきてるんで一旦ちょっと影に隠れつつ、ここで行ってまえ、いやもうめっちゃ吸い込めっちゃ吸い込まれてキルできませんでしたね。うん、あドゥーミスト入っていってるんですが、これはちょっと厳しそうな感じがあります。リスポーンもねかなり、うん、長いんでこのまま取られていく流れですね。ドゥーミストやれそうなんですが逃げられてと、ハモンドも打った時にドゥーミストのパンチ食らってそのまま取られちゃいましたね。まあしょうがないね、相手のデスブロッサムが結構刺さったんかなと思います。ほんで延長戦の攻撃は左から行ってるんですが、相手バスティオンバンカー構成ですね。これねかなりガチガチに固めてきてるんで、まあ、裏取りしてバスティオンとかそこら辺ヒーラーとかやっていこうかなと考えてます。相手メイちゃんいるんでここを締め出されへんようにというか分断されへんように、ん逃げれた、よかった。ほんで左から、味方が来てるんでここは任せておいて、ちょっと上の方から裏取りしようかなと考えてます。まあ、縦割りかなり正面から打ち合ってもきつそうだったんで、ここから1枚抜いていきたいなと。でドゥームフィストを味方やられてしまってるんですが、とりあえず行きます。バティストにバレてるんですがお構いなしにバスティオンに打っていくけど、まあ、やばいんでレイソーブに逃げます。おシグマやれたん、これめっちゃでかいな。ほんで相手の陣形ちょっとずつ崩れていきまして、味方が、メインのルートから行ってます。ほんでここは上に入って裏から、まあ、バスティオンかあとバティストか、バティストいますね、バティストをやって相手のバスティオンルシオがやってくれたんででかいですね。でメイちゃんをやれそうなんですが、というかこのウェーブ勝ちですね。 OKOK、
A 拠点はそのまま取れそうです。メイちゃんとモイラがいるんですけど、やってくれたよね。 OK 取れた。シグマ入ってきてるんですけど、まあここはウルト貯めれるんでラッキーラッキー。まあ時間1分40秒残ってるんですが、まあ A 拠点取って次は B 拠点、 B 拠点の方がとんのめんどくさいと思うんでバスティオンに気をつけたいですね。で、1ウェーブ負けたんですが、まだ盆踊り溜まってるんで相手の上から下に行く盆踊りを、決めたいなと。インフラサイトで、これ慎重に行きます。ここの柱から行くタイミング伺って、これ完全に隠れてますね。相手絶対気づいてない。ほんであのバスティオンのところで盆踊り決めたいなと思います。味方がちょっと攻めてきて後期を伺ってます。ここやな、行ったれ。はい、優勝盆踊り来ました。これ完全優勝来ました。2連覇しました。終始何言ってるかわからないんですが、 B 拠点そのまま取れそうやな。これうまいこと刺さってほんまによかった。まあこの試合めっちゃ長かったんであれなんですけど、まあこれ延長防衛ですね。相手も味方も時間がない状態で、まあ A 拠点取ったら勝ちやろな大体。なんでこれメイちゃんでもう一回リベンジしていきたい。味方をリシグ、あぶねー、ドゥームフィストにやられそうになって敵陣に放り込まれてるんですが、壁を下に引いて帰りますと。味方のマクリーが相手のドゥームやってくれまして、このままつららでちょっと牽制しつつ、まあ、相手かなり、デスしてるんでいけそうではあります。こうハモンドがねちょっとうざそうだったんで、ハモンドに、まあ、粘着していくとええんかなって考えてます。まあ、動きが速いヒーローメイちゃんで止めると結構うざがられるんで、こういうことやっていきたいですね。で後ろにハモンド行ったんで、このままもう追いかけます。どうせ拠点内が戦うんで、ドゥームフィストのパンチ止めれてよかった。ここでウィンストーンも飛んできて、まあここら辺からスプレーでハモンドを凍らせますと。味方オリーサやられてるんですけど、ハモンドやれそう、やれませんでしたね。ドゥームフィストもやれそうやのにな、微妙で。ハモンドまた来たんで、これまた凍らしますと。ほんでハモンドやりまして、あとラストファラカ、オッケー、 A 拠点で守れましたね。まあリーパーでも多分良かった、でもメイちゃんでも良かったんかなと。どっちにしろ守れてたんじゃないかなと思います。ほんで左から延長戦攻撃なんですけど、またこのルートハマりました。テンプロバヌビス、これワンチャン強いかもしらん。こっから上で相手の位置を見て左から回っていきの、モイラにバレてるんですが、リーパーやったら関係なく回復するんで、まあ、ちょいと打って変えると、まあ、結構効率は悪いんですけど、1枚取れた時のキャリー力っつったらもう凄まじいので、まあ意外とありなんかなと思います。また上の方に登って、ちょっと相手が下の方にいるんで、このまま打ち続けます。ドゥームフィスト結構ローなんですが、シンメトラ先やりたいやりたいやりたい、やれへん。一旦戻りますと、モイラがね粉くれるんで結構ありがたいですね。これまあ瓦礫食らうんですけれども、そのまま相手の陣形がちょっと乱れつつあるので正面いきます。ドゥームフィストやるんちゃう、ナイス。オリーサ45硬くなったんで、ドゥームフィストのパンチが止められましたね。ほんでこっから上に裏取りで、味方シグマウルトに合わせて下に行きのシグマやって、もう連携完璧ですねこれ。いい感じ。最後デスブロッサム、まあ盆踊り決めれなかったんですけれども、A 拠点取ってそのまま勝利という風になりました。まあこの試合30分ちょっとぐらいやってたんですけど、めちゃめちゃええ試合でしたね。 POTG はモイラです。コアレッセンスやろな、これなんやろ。あ、延長戦の攻撃側か。あ、盆踊り優勝したとこや、これ2連覇したところ。これ POTG やったらもっと良かったのになとか思いつつ、今回の動画はリーパーとメイちゃんでございました。ということで今回の動画良かったと思いましたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。